私も霧島みたいに優しい人になりたい。お嬢は霧島なんかより優しくて強い人になれますよ。お嬢、今日はよく喋ったな。さて、帰ってきたお嬢をどう元気づけるか。仕事はちゃんとしやすから。霧島、この日忙しい？霧島さん、やりすぎないでくださいよ。そのうち組長に怒られますよ。くだらねえことで桜木組の名を汚されんのはもっと尺だ。これから楽しみなことばかりね。本当にどうしちゃったんだろう。何かあった？お前が俺の抜けた穴埋められるほど成長したってのは素直に嬉しいぜ。一緒に行きましょう。だから君を守りたいんだ。ありきたりなんだけれど、素敵な出会いは人を幸せにしてくれるの。霧島徹をぶっ殺しに行く。こんなに小さくてもちゃんと生きているのにね。うちの島で舐めた真似してっと痛い目見るぜ。悪魔、今頃お嬢は寝てるかな。お嬢、ただいま帰りました。テレビアニメ組長娘と世話係、2022年7月、放送開始。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくっす。おさらいやつはかしこみいくっすよ。